皆さんこんばんは。 FC 岐阜より東院横浜大学在籍の羽田一平選手の来季加入が内定したと発表がありました。ようこそ FC 岐阜。東院横浜大学サッカー部には2012年から2015年まで FC 岐阜に在籍していた関田博史さんがコーチとして所属しています。若く現役を引退してコーチをしていると聞いたのですが、ここだったんですね。今回加入が内定した羽田選手は FC 岐阜 U15 出身、ホームグローン対象選手になります。 FC 岐阜は将来トップチーム登録者の 30% 以上をアカデミー出身者にすることを目標にしています。9月に内定が決まった横山選手とは U15 で同じチームだったようです。羽田選手は岡山の作業高校に進学しキャプテンを務めました。このインタビューでは、自分が成長したいという思いから高校から県外に出ようと決めていたと語っています。高校では怪我が多かったようですが、大学ではどうだったんでしょうか。大学ではサイドバックをしていたようです。プロ入りが決まるとサッカー部がプレー集を公開するのが慣例のようで、羽田選手のプレーを確認することができます。今回調べて知ったのですが、来季プロ入りする選手が大勢いるんですね。東院横浜大学サッカー部は関東大学リーグ1部に所属、法政大学在学で来季 FC 岐阜加入が内定している萩野選手と対戦しているのではないかと調べてみたら、今年の8月9日の試合で試合をしていました。敵同士が味方になって頂点を目指すって激アツ。羽田選手、FC 岐阜をよろしく頼むぜ。私、動画編集中ずっと気になってたんですが、羽田選手のアクセント合ってるんでしょうか。肌、どっちだろう。今日の動画はここまで。見てくださりありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。